立花は、ミカ,ンカミカ観族の常緑を高きで、柑橘類の一種である。別名は、山とバナ、日本バナ。日本に古くから野生していた日本固有の柑橘である。本州の和歌山県、三重県、山口県、四国地方、九州地方の海岸に近い山地に稀に自生する。近縁種には、高麗バナがあり、萩市と韓国のチェジュ島にのみ自生する。 静岡県沼津市と田地区に国内北限の自生地が存在する。日本では、その実や葉、花は、文様や家紋のデザインに用いられ、近代では、勲章のデザインに採用されている。三重県戸橋では、大和立花が、シの木に剪定されている。大和立花の花、立花の木樹高は2メートルから4メートル、枝は緑色で蜜に生え、若い幹には、棘がある。 葉は硬く、楕円型で、長さ3センチメートルから6センチメートルほどに、成長し、濃い緑色で光沢がある。果実は滑らかで、直径3センチメートルほど。奇襲みかんや雲襲みかんに似た外見をしているが、酸味が強く生殖用には向かないため、マーマレードなどの加工品にされることがある。立花の名称で、内外園芸店で売られていることがあるが、日本立花ではなく、 高麗立花と区別されず混同されていることがある。高麗立花は、早見が立花より大きく、実が凸凹しているのが特徴である。日本では固有の柑橘類で、実より花や、常緑の葉が注目された。松などと同様、常緑が永遠を例えるということで喜ばれた。古事記日本初期には、水人天皇が、田島守を、常世の国に使わして、 ひじ好み、ひじ木うと呼ばれる、不老不死の力を持った霊薬を持ち帰らせたという話が記されている。古事記の本文では、ひじ好みを、ぜいま立花なりとする由来から、京都御所神殿では、うこん立花、ンサク桜として、立花が植えられている。ただし、実際に古事記に登場するものが立花そのものであるかについては、わかっていない。奈良時代、 その、ウコンの立花を、元明天皇が上愛し、宮中に仕える剣、犬飼立花三千代に、坂月に浮かぶ立花と共に、立花の宿根の性を歌詞し立花の詞が生まれた。ここも和歌集夏、読み人知らず、五月末、花立花の孔を書けば、昔の人の袖の構造する以後、立花は、階級の女王、特に昔の恋人への心情と結びつけて読まれる、ことになる。 1937年に制定された文化勲章は立花をデザインしている。昭和天皇の遺構で衣装が立花とされたとする説については別記事、文化勲章を参照のこと。立花門は立花の実と葉を図案化した家紋である。文様としては平安時代末期頃に現れ、江戸時代には九十や余りの旗本が用い、スタ門や霧門などとともに十大家紋の一つに、 挙げられている。元明天皇が、桂木の王に、立花姓を歌詞したことにちなみ立花系の氏族や、立花の氏の光栄を称する、氏他氏族が家紋として用いた。見聞書家紋に記された、薬師寺氏、小寺氏が文献上の所見である。いい氏黒田氏などが用い、黒田氏の立花門の由来は、黒田職皇が小寺氏に仕えた際に歌詞されたことからであり、い,い氏は、 いい教法が生まれた、際の孤事にちなむとされる。なお、日蓮宗の寺門、いげたに、立花、日蓮僧立花は、海藻の日蓮が、石一族の出身であることに由来するという。京都府八幡市の岩清水八幡宮では、八幡神を勘定した、僧、行教の門が立花であったため、立花門と三つどえが神門とされている。また、本殿の彫刻には真ん中に、 立花の実があり、その実の両側から鳩が向かい合っている形のものがある。本殿前には左右ともに立花の木が植えられており、自由品としてこの立花の実を使った御神詩も作られている。京都市京区の梅の宮大社では立花の死の氏神であることから立花門を赦門としている。法年商人エデ殿に見られ構図の種類には立花、丸に立花、 イゲタ,ニタチバにミツバつチバナなどがある。同様の図案で、茶の尋問があるが、茶の木の実を図案化したもので、バナ門の実の部分に三枚の葉がない構図である。ありがとうございます。